座布団に電気という題で何言ってるかちょっと分かりにくいわけですが、まあ、公共施設の冷暖房ということでお話をしたいと思うんですけども、まあ、時々ですね、私公共施設で講演がありまして、公共施設の講師控え室というのに通されることありますが、まあ、大体ほとんどですね、冷暖房が集中管理で温度の調整ができないんですね。まあ、時には、何月何日から暖房ができませんとか言ってですね、もう本当に寒さに震えて、小一時間を過ごすことがあります。どうもですね、地方自治体ではですね、人間とか市民は、もう下の下で、まあ、電気とか石油を座布団に座らせている感じがいたします。というのは、もともと日本はですね、一人当たりの所得がアメリカと同じなのに、電気はアメリカ人の半分しか供給してないんですね。実際の生産量は4分の1以下なんですよ。で、アメリカが生産してるのに日本がなぜ生産しないのかっていうと、アメリカは電気が自由競争ですから。ですから、まあ一生懸命製造して、それで、まあ販売しようとするわけですね。もちろん資源だとか温暖化で国が統制するなんていうことはアメリカはいたしません。その代わり、日本では電力会社の地域独占ですから。だから、それが原因になっておりますが、もちろん、誰でも分かっているように、温暖化とか資源とか言うならですね、アメリカと中国の使用量が膨大なんですから、そっちをまず減らして、まあ、せめて日本と同じぐらいまでしてくださいと。とかね、せめて日本は 1.5 倍にしますから、アメリカは 1.5 分の1にしてくださいと、まあ、そういう要求ぐらいしないとですね、私たちはアメリカ人の召使いじゃありませんし、人種差別があるわけじゃないんですよね。だから日本人だけがなんか寒さに震えてなきゃいけないということは、まあないというふうに思うんですね。それから、まあ、この温暖化とか資源で、まあ錯覚してるっていう点もあるんですけども、やっぱり私はね、まあ自治体の市民軽視っていうのは本当に著しいですね。自治体から見ると市民はですね、お金を納めてくれる使用人なんですよ。だから騙して何でもやらせようとしております。私、まあよく自治体なんか知ってるんですけどね。で、それにですね、先兵がいるんですよ。自治体の、まあ、先頭に立ってですね、市民を軽視する人たちがいるんですね。主に男性のお年寄りとか、まあ、環境が好きでいじめが得意なご婦人っていう感じがするんですね。まあその人たちが、とにかく電気をつけるなとか、それから分別をさせろとか言って、まあ非常にこの強硬にですね、まあいろんなことをするわけですね。ただ、まああんまり広げないで公共施設の冷暖房のことだけ言えばですね、まあやっぱり風邪をひいてる人もいるし、暑がりの人もいるんですよね。それから公園の前って言いますとね、やっぱり体調を整えてちゃんとやらないといけないのに、寒さに震えて小一時間部屋にいたらですね、やっぱりダメになっちゃうわけですね。ですから、個別の冷暖房が大切なんです。だから電気様が大切だから市民は我慢しろという、まあ、自治体の感覚が不思議ですね。まあ、これはそういう感覚を持ってるんじゃなくて、もしかしたら責任逃れで、一つ一つの部屋に冷暖房やったら市民に文句言われるから、それが嫌だから、単に集中冷暖房ですって言ってんに過ぎないと思いますけどね。もちろん電気を豊富に使えば幸福になるということはありませんが、電気のために人間が生きてるわけじゃなくて、人間のために電気があるわけですから、まあそれも極端ですよ。アメリカ人の2分の1。なんで2分の1なんですかっつったら、日本人はアメリカ人の召使いだからって、こんな答えではですね、到底日本の子供がプライドを持って勉強して立派になることはありませんよね。親がそんな根性でどうするんですかっていう感じですね。そろそろ錯覚から覚めて、お金本位、石油様、ね、お犬様という時代からですね、やっぱり人間本位、市民のための自治体に戻したいもんですね。私はそう思います。